三辻吹き明は、日本のゲームデザイナー。東京都港区出身。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。対等に入社、アーケードゲームの企画、ディレクショングラフィックを担当。関与したタイトルでは、スタッフロールや初期状態でのスコアランキングに、MTJ という名称を用いていた。スタッフロールでは本名を併記することもあった。バブルボブルや、 レインボーアイランド、サイバリオンといったヒット作を生み出した。その傍ら、雑誌、ゲーメストにおいて、ナンバー30より、水谷純明儀でゲームデザイナー入門を連載。1年間にわたり、現役のゲームデザイナーが、制作手法を公開するという、当時としては、異例の記事となった。対等退社後、アップルで、オメガファイター開発を経て、フリーランスとして活動。 1994年頃にヒューマンクリエイティブスクールで講師を務め、その後かねてより開校していたゲームデザイナー志望者向けの私塾を発展させ、MTJ ゲームデザイナーズスクールを2000年に設立。校長、講師として更新の指導にあたっていた。2005年に海外でのみ販売された対等レジェンズには密次のインタビュー動画が多数収録されており、そこで自らは、 ゲーム制作から退き、人材育成に専念していることが語られていた。2008年12月11日、腎臓疾患により、強水が溜まり、心肺停止となり死去。48歳を打つ。